長島和茂さんっていう人がいるんですけど、長島和茂さんって、なんかまあ父親があのプロ野球選手の長島茂雄っていう人で、国民栄養賞とか取っていて、まあ野球選手の中では多分日本の野球の歴史の中では必ず名前が上がってくる人なんですけど、あの人の息子さんで、ただ、和茂さんあんまり野球やってなかったんですよね。大学入るぐらいまでやってなかったけど、なんとなくやってみるかっていうので、なんか立教大学かなんかで、あのやってみたら、結構うめえってことになって、プロ入りしたんですよ。で、プロでも活躍したんですよ。 ただ、長島茂雄ほど活躍しなかったので、プロ野球をやめて、その後、空手を始めて、なんかね、2回ぐらいね、優勝してんすよね。極身かなんかで。まあもちろん黒帯で。野球やってみたらプロになっちゃうし、じゃあ俺、空手やるわっていうと、あの、空手の大会で優勝しちゃうんですよ。っていうのがあって、運動能力、普通に何やっても高いんですよ。